すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです、今回は心を見る新エヴァ8回目ということですね。まあなんだかんだ言って旧エヴァと同じストーリーをなぞってきたジョ、そしてハから14年、今回から全く新しい展開となった旧その1ということになります。まあビレによる初号機強奪作戦から始まりましたよね。初号機というのは人類補完計画の要であって、まあ、イコンというか象徴ですから、キリスト教における、まあ、イエス・キリストとか、仏教におけるブッダとか、日本のね、皇室における天皇とか、まあ、三種の神器とか、そういったものと同じで、初号機を持っているものが世界を制する的なものだというふうに考えていいと思います。とにかく初号機がないと何もできないと。いうことなんですね。で、今回この作品の中でキーアイテムとなっているこのネブカドネザルの鍵というものが、ありますよね。ゲンドウが持っていて、そしてどうやらそれを使ってですね、今現在のゲンドウはもう人以上のものになったっぽいというふうになっております。ということでネブカドネザルについてちょっと説明しますと、このネブカドネザルというのは王様なんですね。かつての、バビロニアにあった国の王様です。で、ネブカドネザルといえば2世が有名なんですけど、ただ今から言うお話は1世のお話なんですけど、古代メソポタミアの時代ですね、都市間で激しい戦争が起こっていたわけです。まあ内紛というか、内紛ってわけでもないんですけど、そのちっこいね、町単位での争いみたいなものがすごくあったわけですね。で、当時ネブカドネザル1世はバビロニアにあるイシンという都市で王様をしていました。激しい都市間の戦争の中ですね、ネブカドネザル1世はですね、古代メソポタミア神話、そして、まあ、バビロニア神話の神であって、その当時ですね、エラムという古代オリエントの都市に強奪されてしまっていたマルドゥック神像という、神様の像ですね。マルドゥク神像の奪還に成功したということがあったわけですね。これが凄まじいものだったわけです。これによってネブカドネザル王というのが一躍有名になったわけですけれども、このマルドゥク神像の奪還っていうのは何を意味しているかというと、まあ、ネブカドネザル王はですね、このマルドゥク神像を奪還したことによってマルドゥク祭祀というね、まあ、儀式を復活させて、これによって都市間の戦争というものを終結させたんですね。まあ、敵に取られていた、この、自分たちの神様ですね、マルドゥク神像を奪還したことによって、この、要は、水戸黄門の印籠みたいな、こっちにはマルドゥク神像があるんだぞって言うと、ははーみたいな。そんな感じで、こう、都市間の戦争を終結させたわけですね。まあ、要は、バビロニア神話の神、マルドゥックを、ネブカドネザル一世は人質にしたというか、捕虜にしたというか、そういうことなわけですね。これによって周囲を黙らせたということがあったわけです。それだけマルドゥック神像というものには力があったわけです。日本で言えば、三種の神器を持っているかどうかというふうに考えればわかりやすいかもしれません。鏡と勾玉と剣ですよね。日本の三種の神器、これを持っているものが天皇なわけですね。逆に言えば天皇の血を引き継いで、正当な、例えば天皇の長男である、次の天皇のはずだけど、もし三種の神器を引き継いでいなかったらその人は天皇とは言えないわけですね。三種の神器を持っているということが何よりも天皇の天皇たるゆえんというところがあるわけで、この三種の神器を誰かに取られていたものを奪い返したというのが、ネブカドネザル一世というふうに考えていいと思います。ものすごく力を持っていたということですね。その行為そのものというか、その神様そのものもものすごい力を持っているわけです。ということで、まあ、マルドゥク神とか、そしてネブカドネザル王の力の凄さというのはこういうことでわかると思います。まあ、なんつったって神様を捕虜にした王様ですからね。ものすごいわけですね。ということで、初号機をビレに強奪されたゲンドウ
はですね、後にその初号機を奪還するということになりますね。マルドック奪還にちなんでちょっとこのお話をしてみました。まあネブカとネザル王はマルドックの神を捕虜にしたということで、ある意味神をもしのぐ力を手に入れたというのがマルドックじゃないや、ネブカドネザル王というところがあるわけで、ゲンドウはこのネブカドネザルの鍵を使って人以上の存在になったということがあるわけですね。ということで、緩和9代、先に進みましょうか。14年後のビレにはですね、マリが普通に、組織の一員として所属していましたね。そしてアスカはマリのことをコネメガネというふうに呼んでいました。コネメガネと言っているわけですね。マリは一体誰のコネでこのビレにいるんでしょうか。この僕のね動画シリーズここまで見てくれている人だったら、僕がこれから何を言おうとしているかわかると思うんですけれども、マリはイカリユイのコネでビレにいるというふうに考えていいと思います。マリはユイに選ばれてここにいるわけですからね、ユイのコネでビレにいるわけです。だからコネメガネということになるんじゃないかと思います。ということで、シンジ君そしてアスカはですね、前の戦闘でプラグ震度が180をオーバーしたためにですね、人ではなくなってしまっているということがありました。これは前作でリツコさんが言っていた言葉なんですね。プラグ震度が180をオーバーすると人ではなくなってしまうわというふうに言っているわけですけど、なんでリツコさんが、まあプラグ振動が180をオーバーすると人でなくなってしまうというのは OK だとして、なぜリツコさんはそれを知っているのかですね。プラグ振動が180をオーバーすると人でなくなってしまうのかをなぜ知っているのかというと、まあおそらく前例があったからなんだというふうに考えていいと思います。以前プラグ振動が180をオーバーした人がいたわけですね。それは誰かというと、おそらくマリということだと思います。人ではなくなってしまったシンジとかアスカは体が成長しませんね。だからシンジ君14年経ったにもかかわらず、当時とかケンスケはみんな大人になっているのに、シンジ君は子供のまんま、アスカも子供のまんまということがあるわけですね。そしてマリもプラグ振動が180をオーバーしたから、成長しないあの状態でずっと生きているということになると思います。彼女はね、マリは本来ゲンドウたちと同年代のはずですから、まあ、かつてユイがマリを利用してマリを人ではなくしたんだと思います。まあ騙したのか、マリが自ら手を挙げて私がやるわと言ったのかどうかは分かりませんけれども、そういうことがあってマリの成長は止まったんだろうというふうに思います。ということで、映画冒頭ですね、初号機を強奪したビレはその中からシンジ君を再構成しましたね。シンジ君はもう溶けてよく目には見えない状態になっていたんですけど、なんとかしてこう復元したということですね。で、シンジ君にですね DSS チョーカーというものをつけました。 DSS というのは神格化シャットダウンシステムの略だということになります。要するに神化するのを防ぐためのチョークということですね。まあ、サードインパクト、もしくはニアサードインパクト、が起きるための、シンジ君の覚醒というのが、もし今後あった場合、それを未然に防ぐために、もう首チョンパするよというおしゃれアイテム。それが DSS チョーカーということですね。まあ、そんなものをつけておきながら、ミサトさんは、あなたはもう何もしないでと、シンジ君に言っていましたね。何もしないでと言うんだったら、なんでわざわざシンジ君を再構成してこの世の中に出してきたんだいということになりますけど、まあ今のビレにとってシンジ君というのは人質、捕虜という役割なんだと思います。なんかあったらシンジ君がどうなるか分かってますよねっていう脅しなわけですね。ミサトさんはこうしてシンジ君を人質にして脅しているわけですけど、一体誰に対してミサトさんは脅しているんでしょうか。それはですね、神です。ミサトさんは神のことを脅しているんですね。まあ、それプラス、神プラス、神のような存在となったゲンドウということもあると思うんですけれども。で、神とはじゃあ一体誰のことを指すのかというと、ユイのことだと思います。つまり、ミサトさんがシンジ君を再構成してこの世に出現させた理由というのは、ゲンドウとユイ、まあ、シンジ君の両親に対して、オタクの息子は預かったと、いうふうに言っているということなんですね。
優位にとっても言動にとっても神事というのはものすごく大切な存在なわけです。だからこれを人質として使おうというふうに思っていたわけですね。まあでもすぐに奪われてしまいましたけど、まあ律子さんは初号機の中に霊はいなかったって言ってましたけど、実際にはいたわけですね。霊は隠れていました、初号機の中に。シンジ君のために隠れていたということですね。ということでシンジ君はネルフに行くことになりました。ミサトさんは DSS 長官の起動ボタンを押せなかったんですね。そしてネルフでシンジ君はカオル君と出会うということになります。まあ、ここで二人はですね、ピアノの連弾をするんですけれども、ここでのカオル君のセリフが非常に注目ポイントですね。こう言っていました。音が楽しい。二人ってすごいね。というふうに言っていましたね。二人ってすごいということですね。二人ってすごいってどういうこっちゃと。カオル君のこのセリフを聞く限り、カオル君はシンジ君に対して、他人とつながることは楽しいことだよというふうに教えようとしているというふうに思いますよね。これまで言ってきたスグワ論ではですね、カオル君は黒い天使であって、つまり死によってシンジ君を救おうとしている登場人物だということになっています。にもかかわらず、カオル君はシンジ君に生きる楽しさを教えようとしているとなると、どういうこっちゃと。理論破綻してねえかと。いう風になってしまいます。ゼーレの補完計画の趣旨とも合っていませんよね。ゼーレの補完計画は死が最終目標ですからと思うんですけど、もしかしたらこのカオル君の二人ってすごいとか、そういった生きることの楽しさというのをシンジ君に伝えるというセリフはゼーレの補完計画の趣旨と合っていたのかもしれません。ゼーレの補完計画というのは寂しいと感じる心、つまり欠けた心の補完というものを目的としているわけですね。旧エヴァでは鈴原当時の事故、そして綾波レイの正体、カオル君やアスカの死というものを経て、シンジ君の心はですね、もう極限にまでズタズタに切り裂かれたわけですね。このシンジ君のズタズタに切り裂かれた心、感情、シンジ君のもう嫌だ死にたいという感情を使ってゼーレは旧エヴァでは補完計画を発動したわけですね。仲が良かった仲間たち、友達たち、そういった人たちの死を見せることによって、シンジ君の心にぽっかりと穴を開けて、それを利用して人類補完計画を進めたということがあったので、まあ、ゼーレとしてはですね、カオル君とシンジ君が特別な仲になるということが望ましいというふうに思っているところがあるんだと思います。仲良くなればなるほど、カオル君が死んだ時のシンジ君の心の痛みというのは大きくなりますから、ゼーレとしてはそれでいいと思っているんだと思うんですよね。ただ、ゼーレはそれでいいとして、カオル君は一体どういうつもりでこういうふうにシンジ君と接触しているのかですね。今現在カオル君は最終的には言動に裏を書かれて自分は死ぬ運命にあるんだということを知らないはずですね。毎回毎回カオル君は言動に騙されて死んでいるんで、本来カオル君は自分は死なないというふうに思っているはずなんですね。ということでいろいろ考えると、まあ、カオル君はゼーレ、ネルフ両方から騙されているんじゃないかということですね。おそらくそうなんじゃないかと思います。カオル君はみんなから騙されているわけですね。で、多分カオル君自体はですね、純粋に本当にシンジ君の幸せを願っているわけですね。で、カオル君がシンジ君の幸せとは死であると考えるようにゼーレはシナリオを進めているんだと思います。いいか、渚カオル。怒りシンジは死を望んでいるのだ。君の力で。怒り信じを殺してやってくれみたいな、そういった嘘をついているわけです、カオルに。でカオル君はなるほどそうなんだね、じゃあ信二君が安らかに死ねるように僕は努力するよっていう風にやってるんですね。でも最終的にカオル君はあれ信二君死を望んでない、やられたと、いう風になってるんじゃないかと思います。カオル君は信二君に言っていましたよね、君と同じ運命を仕組まれた子供さと、いうふうに言っていましたけど、それはこういうことを言ってるんだと思います。もう自分の考えというか、自分の行動パターンというか、そういったものは全て仕組まれて僕は存在しているんだと。そのことを僕は、認識しているよと。なんて言ったって、
ループしているということを知っている唯一の人間ですから、人間というか使徒なんですけど、カオル君ですから、自分の運命が権力者、まあ、ゼーレとか言動によって、仕組まれているということを知ってはいるんだけど、じゃあどうすればいいのかはわからないから、もうしょうがないから、自分の思った通り行動をしていくことにしているという仕組まれた子供、それがカオル君なんじゃないかというふうに思います。ということで、今回は心を見る新エヴァ、9その1でした。ご視聴ありがとうございました。チャ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